くん10歳のお誕生日おめでとう。今8歳なんだけど。違う意味わかんない。どーん、パンロー。おくんはイノスケ。ずっと誕生日がいい。プリヒメが始まるよ。最後まで見てね。皆さん、ごきげんよう。誕生日今日は、はい、今日またまた前回に続き、おうくんの偽誕生日ドッキリ、はい、をやっていきます。はい、今おうくん8歳でね、誕生日じゃないのに9歳の誕生日のお祝いをね、前回しました、うん、ね、それでね、おうくんはね、ろうそくをふーってやってくれるかっていうね、うん、検証でしたが、はい、今回は本日11月21日です。偽9歳の誕生日をしたのは11月18日です。3日後に8歳なのに、いきなり9歳で9歳があってお祝いされて、3日後に10歳のケーキ。意味わかんないよ、こんなちょっと見せてくれないか。見えるこれ。オー君10歳おめでとうってね、プレートに書いてあるから。オー君来たんじゃん、と聞こえるんだけど。大丈夫でしょ。すごい可愛い。可愛いね、このスプーンとかもね。うん、オー君っぽい。ひめちゃん、どんな反応すると思う？3日前に偽9歳の誕生日をされては、またって言うと思う。ロウソクフーやってくれると思う？引きしてくれると思う。オウくん、オウくん意外とノリいいからね。オウくん、そうだよね、結構ノリいいよ。しかもね、また、はい、ガチで誕生日プレゼント準備しております。はい。やばいねこれ。うん、いきなり9歳で9歳だってお祝いするさ、また次3日後に10歳言われて、でまた今度また3日にさ、10歳10歳やったらどうするの。次はさすがにないよって言ったらやりそう。まずこういう時やったんだよ。さすがにないよね、みんな。それはね、なんか次チーズケーキとかになってきたケーキ。本当にフーするかな。しかもなんて反応するんだろう。は？また今、本当はオープン8歳なんだよね。うん、9歳だよね。2歳も飛んでる。さあ、では早速オープン呼びますか。はい、それではオープン呼んできます。はい、楽しみ、オープンの反応。はい、バレないようにね。うん、オー君動画撮るよって言って、うん、ね。行きます。ちょっとね、外しておきます。こんな感じのチョコケーキだよ。どうだ、オー君やってきた。来るマイコさん、オー君おいで、動画撮るよ。何？おいで動画撮ろう。はい、おいで買っちゃおいで。はい、オウくん10歳のお誕生日おめでとう。オウくん今日で10歳だね。10歳だね。おめでとう。10歳。は？10歳だから。やったー、小学5年生だ。オウくん10歳だから。10歳。はい、これもよしあれ、本日ね、主役だからね。よし、オウくん、ほら、見て今日はオウくんの10歳のお誕生日でしょ。そうだよ、ちゃんとろうそく10本あるよ。3、4、5、ほんとだ。オウくん今日10歳の誕生日だよね。うん、オウくん昨日まで何歳だったの。9歳だよね。今日は10歳。今日10歳ね。はい、おめでとう、くん。おめでとう、くん。おめでとう。おうくん、今、8歳なんだけど。違う、9歳だったから、今日10歳になったんだよ。おめでとう、くん、10歳じゃん。無限です。お誕生日おめでとう。じゃあ、ろうそくに火をつけるね。うん。何をしな。じゃあ、準備します。はい。9歳から10歳。そう、奥も10歳だよ。うん、なんか欲しいな。おかしくないよ、暑いからね。これライター2個で。やっぱ子供が成長するの早いね。姫ちゃんが言っちゃった。めちゃめちゃ早い。姫ちゃんが言っちゃった。だっ
って3日で過ぎたそう。オウくんが成長するのは早いね。早い。これちょっと音消した。いいよ。成長するの熱々。これね、焼けちゃうんだよね、熱くて僕は。ずっとね。消す？うるさい？じゃあひめちゃん、あの照明もお願いします。ろうそくに火をつけました。はい。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデイディアオーク。ハッピーバースデイトゥーユー。おめでとう。10歳のお誕生日おめでとう。早いね。早くふうしてふうして。おめでとう。オーク10歳じゃない。10歳だよ。何歳なの今？9歳。9歳の誕生日したじゃん。うん。じゃあ八本木はいいじゃん。でまた今日誕生日だからあなた10歳なの。そう。ね。だからロスカだよ。10歳の。はい、おめでとう。ふうしてふうして。はい、早く早くふうしてふうして。無理やり。おう。おう。はい。おめでとう。おめでとう。おくん10歳になったね。おめでとう。10歳になったね。10歳になったの。なんかおかしいや、8歳なの。おくん、10歳になったらさ、やりたいこととか何があるの？発表してください。やりたいこと？うん、アスレチック。あ、10歳になったからアスレチックやりたい？いいね。あれじゃない、10歳になったから難しいアスレチックもいけるんじゃない？うん、ね。うん、おくん、昨日まで何歳だったの？9歳。そうだよね。今は僕も小学5年生だからさ、難しいアスレチック挑戦できるよ。そう、今何歳？10歳。10歳だよね。よーし、あ、今日は10歳だったね。はい、元気になりましょう。裏は8歳だよ。え、裏とかないよ。表が10歳で、裏は8歳だよ。違うよ。そう、9歳の誕生日したから、今日お誕生日会でしょ。10歳になったの。そうね。違うよ、8歳だよ。僕10歳、おめでとう。8歳だよ。8歳だよ。封しちゃったもんね、10本ね。プレゼントも用意してるんだよ。はい、そうそうそう。はい、多分10歳のね、お誕生日のプレゼント用意しております。はい、どうぞどうぞ、開けて開けて。じゃあケーキちょっとね、移動させるね。ドッキリじゃん、絶対。ドッキリじゃないよ、オウくんの今日めでたい10歳のお誕生日だよ。はい、どうぞ、何が入っているかな。オウくんきっと喜んでくれるはず。うん、中見ていいよ、出していいよ。何だね。はい、どーん。鬼滅の刃のクリアポーチ。あ、これね、コンビニ限定だったんです。そう、めちゃめちゃデザイン可愛すぎる。うん、待って、ローソン限定で、はい、ね、商品なかったから予約しました、ロッピーで。待って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 、めっちゃめっちゃあるよ、めっちゃあるよ。めっちゃあるめっちゃある、よくわかんない、よくわかんない。はい、こちらもね、ローソン限定の鬼滅の刃のグッズでございます。ミニアクリルスタンド、もう一種類あるよ。こんな感じです。うん、はい、どうぞ。はい、もうないよ。めっちゃあるよ。ラバーキーカバー。このね、ミニアクリルスタンドは全13種、うん、コンプリートしております。ラバーキーカバーは6種類、うん、これもコンプリートしております。そうです、6種類入ってる。高かった。高かった。言っちゃいけない、大人の事情だから。そう、1個660円を13個買いました。は？このラバーキーカバーは1個880円。それを6個買いました。はい。オープンへのね、10歳のお誕生日です。そう。なんか開封していく？10歳じゃないけど。10歳のお誕生日プレゼントだから、オープンこれ。じゃあ10歳じゃないんだったらお誕生日プレゼント。え、ちょっと何枚入ってんの？え？何枚？1枚入ってんの、1個に。だからこれが何枚？13個。13個、うん、全部コンプリートよ。そう、じゃあオープン、ミニアクリルスタンドから。うん、開けてみよう。どうする、ケーキ食べる？10歳のお誕生日のケーキ食べる？どうする？鬼滅の刃でした。先にミニアクリルスタンド開封する？いや、そっからケーキ食べよう。10歳の誕生日のケーキね。そう、ね、じゃあ今から10歳の誕生日のプレゼント開けよう。そう、そう、10歳の誕生日だから、ね。僕今日で何歳になったの？10歳。そう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 、よしよしよし、おめでとう。昨日まで何歳だったの？9歳。そう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 。その3日前は何歳だったの？8歳。そう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 。
ね、もう4日か5日ぐらい前までね、8歳だったもんね。で、9、10ってなったもんね。今日10歳だよね。そう。え、ちっちゃい時さ、何日前に。とにかく僕今もう今日10歳になったのね。よしよしよし。よーっ。泣きようか。意味わかんない。10歳だからね。次も寝とる。はい。じゃあ来ていこっか、僕。じゃあパパも開ける？うん、みんな抱きよう。オッケー。何が出るかな？どんなミニアクリルスタンドがあるかちょっとカメラでお見せします。はい、出たものを全部写せばいいか。はい、でもかまぼこ隊と柱は全員あるね。おお、いいね。ひめちゃん、みずるちゃん欲しいでしょ。欲しい。いや、欲しいって確定だけど。はい、何が出る？当てやっこしようよ。見ちゃダメだよ。そうね。うん、消去法だからね。いや、パパは、あ、自分の、自分の。あ、え、何だと思う？自分の。じゃあパパは胡蝶忍ぶドン。あー、レーズコー、え、モンコン開けちゃった。じゃあ、今年は5月まずいつ奥はオープン。あー、起きた、無一郎。無一郎パン君、これ。あー、姫島さんじゃあもう全部開けていこっか。そうだねルールが分かりにくくなった。あれ、ねえ、姫ちゃん、キーホルダーはこれよ。今、アクリルスタンドだよ。よかったね。だからこれ立つことができてた。パパね、頑張って王くんの10歳のお誕生日のためにこれ予約してきたんだからね。すごい、可愛い。炭治郎。あ、まだ続いてたんだ、そのゲーム。じゃあ、品塚は天国さんだったよ、パパね。まあ、確定なの知ってるけど、やっぱ出たら嬉しいね。うん、これ全部コンプリートできるっていうのがまたね、いいだよね。面白い。あー、出た善逸。あー、出た炭治郎。これ以上やったら死ぬと思うので。待って、俺じいちゃんが好きだ。あー、かわいい。あ、何がある、何がある。キャラクターのデザインがかわいすぎ、ね。パパ、これは炭治郎。炭治郎、見てよ、私。あー、富岡義勇が出ました。しゃ、じゃあ私次誰にしよう。じゃあ、伊之助。イノスケ。お、イノスケだ。おお、いいね。よし、イノスケ出た。じゃあ、うずい天元。出てるよ。え、あ、じゃあ、胡蝶しのぶ。カナオ。カナオいません。あー、胡蝶しのぶだ。やった。お、すごいすごい。いいね。待って、それ最後だね。じゃあ残りは富岡リエウと誰だ？あれだよ、グロ。あ、イグロおばない。え、カナオは？あ、あとはイグロおばないだけ。うん、じゃあこれ、イグロおばないいいかな。善逸が出るかもよ。イグロおばない。こうやってこすれば善逸になっちゃうんだよ、そうこうやってね、いくぞ。なんだあれ。え、んん、あれ、んなんだあれ。おう、よし、よいしょ。はい、いくよ、いくよ。前室になるからね。よいしょ、ほら、前室になった、ほら。ふぅー、え、いや、待って、ないよ。この中にないじゃん、前室。はい、どうぞ。この中にないじゃん。え、じゃあ、おばあないわ。待って、おばあない。いないの。おばあない。おばあないになった、パパが手離したから。はい、ゴー。ほら、はい、みんなにも見せて。おばあない。はい。バナナって聞こえた。よし、あげていこう、開封。パパすごいでしょ。私も、うわ全然触れてくれない。え、パパが床さましたの、もうバレてた。なんかもうバレてるからいいかなって、もうみんなもわかるだろうし。そうだよね。いいかなって。お、こんな感じなんだ。いい、ほら、これね、品塚はさ、じゃあ投げていこっか。あ、もう待って早いね。あの、ゆずちゃんは一番最後に開けた。オッケー、私が開けた。オッケー、みんな開けない、開けないで。僕言ったばっかなのに。言ったそうだから。ひめちゃんのこだわりがあるようです。パパこっちゴミもらうから、ね、確かに一番好きなキャラなの。最後にちょっとしたら、はい、ねずこ。よだれだらー、ねずこ。それやだ。やめて、やめて。え、ああ、
あれこれ1個くっついてないぞ。これだ。ああ、じゃあパパ煉獄さん行こうか。オークもやりたいの。10歳の誕生日だからやりたいの。オーク今何歳？え8歳10歳じゃん、もうロースク風刺だったら元に戻ることはできないよ。力が最近強いのよ。いって風刺じゃないわ。めっちゃかわいい。じゃあね、ちょっとドアップで映していきます。アクリルスタンドの種類はこんな感じ。かまぼこ隊炭治郎善室禰豆子伊之助。続いては柱の紹介。姫島行明、品津川さなみ、富岡義勇、煉獄杏寿郎、時任無一郎、薄井天元、神奈川逸里、伊黒馬内、古町忍。柱勢ぞろい。はい、これね、パパの独断と偏見で強さ順に並びました。はい、一番はね、姫島さんだと思う。うん、こんな感じの順番かなって勝手にね、思っているだけです。姫ちゃんはどう思う？私はね、うん、どう？こっちとこっちでちょっと迷うね。あー、そうだね、同じぐらいの気がする強さ、2人とも強いから。そうだね。でもね、どうする？え、でもこんな感じだと思うよ。ほんと？じゃあ古町忍が一番弱いってこと？まあそうなるね。だって鬼の首は切れないから。月がすごい、柱の中で一番強いけど、うん、月技が。けど相性もあるよね、鬼との。ね、カナオいなくない？カナオ柱じゃないよ。マジ？うん、パパみたいなもんだよ。え？どういうこと？はい、この順番はね、パパがね、勝手に思っている強さ順なので、全然参考にしないでね。はい、こちらはアクリルケース。はい、2種類あるんだよね。そう、覚えててよ。うん、このキャラ。うん、もう一つは違います。いくよ、せーの、ドン。ほら、違いわかるかな？2つとも可愛いね。ほら、姫ちゃんこっちが好きでしょ。すごい。なぜかというと、みつりちゃんがいるから。もうみつりちゃんいるしね、こっちだもんね。けどこっちはかまぼこ隊が揃っているから捨てがたいでしょ。そう。じゃあどっちがいいんだい？こっちじゃね。なんでバレた。はい、もう一つのプレゼントのラバーキーカバーはこちら。はい、こんな感じだよ。全部で6種類。それじゃあ開けていこう。にゃ、せーの、オープン。誰が出るかな。これごとパチッと外しちゃった。よし、さあ誰だろう。あ、炭治郎、姫ちゃんは、オークネスコ。あ、パパが予想するの。そう。はい、こっちは忍が出ました。オークはイノスケ。おー、いいね。私ってさ、柱の中で一番好きなみつりちゃんじゃん。で、柱の中で2番目に好きなキャラ誰だと思う？古町かなお。はい。古町かなお。あれ？待って。古町かなお。混じってる混じってる。古町を忍と、つりかなおね。うん。けどなんか、そのもんじゃん。古町かなおって。わかるでしょ。おくは何が言った？まあ、柱の中に2番目に好きなのは古町忍です。はい。よだれだらーが出た。そう。ねずこちゃん、よだれだらじじん、よだれだらねずこも可愛いよね。うん、ねずこ目の色綺麗。うん、綺麗なピンク。そうだね。うん、はい、それではどんどん回復してください。はい、こちらはラバーキーホルダーだよ。はい、全6種。はい、炭治郎、義勇、善室、禰豆子、しなぶ、伊之助。これ全部多くのだよ。そう。うわー、10歳のね、お誕生日だからね。イエーイ。多くはね、10歳だからね。だけど多く、みつりちゃんいい？うん、いいの？うん、イエーイ。
ぜひだけど、おーくん、煉獄さんいい？いないよ。いるよ、そっち、姫ちゃんの目の前。いい？いいよ、おーくん。パパ、いい？いい？おーくんも煉獄さん好きだから、譲れないんじゃない？もしかしたら。ゆだねあくびしながら笑ってやるって言ったね。でもバレてるからそんなのしないよね。パパ今ちょっとご飯食べてね、歌そうだからあさっきちょっと寝てたし。いや大丈夫よ。はい、じゃあケーキ食べてないじゃん。ケーキ切る。そうね、あしあしあし、ケーキ食べようか。ケーキの準備をしますよ。おーくんはケーキ半分食べます。はい、4分の1はパパと姫ちゃんね。はい、お邪魔します。9歳の誕生日はね、いちごケーキだったけど、10歳の誕生日はチョコケーキです。次は何ケーキだろうね、おーくん。チーズケーキいつ ?3日後、11歳。11歳の誕生日いつあると思う？11歳1日後。1日後、明日？うん、明日11歳の誕生日。じゃあ毎日ケーキとプレゼントもらいたい。ずーい。けどそんなことしてたらすぐ100歳になっちゃうよ。365日生きられなくなる。じゃあおくん、ケーキ食べよっか。鬼滅の刃のグッズの前で。うん、あれパパのケーキは？おるの？ありがとう。スプーンじゃなくてフォークある？じゃあ、オークのスプーン貸してあげようか。オークのフォークで、ホワイトチョコレート。そういうことか、そういうことか。それこれホワイトチョコレートのなんかスプーンだよ。あ、じゃあそれ貸してくれるんだ。あ、ありがたい。スプーン食べちゃった。まあ、パパのじゃないよ。あの、パパのフォーク、ケーキ。あ、いただきます。どうぞ。おいしい？うん、こういうチョコケーキ好き。しっとりしてるでしょ。うん、けどなんかしっかり詰まってるでしょ。好きでしょ。めっちゃ美味しいです。はい、出ました。めっちゃ美味しいです。あとね、その下の周りのつぶつぶ、カリカリってしない？美味しい。あ、この食感がいいね。うん、これそう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 、その丸いやつ。パパちょっとフォーク持ってくる。どうせ私とオークが食べてるとこ見て美味しそうって思って食べたくなったんでしょ。美味しいね、オークン。美味しい。オークン今日何歳の誕生日？10歳だよね。そう、10歳。そう、よしよしよし、これでパパも入るぞ。よし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 、パパもね、フォーク持ってきたからね。よいしょ、はい、パパもケーキね。はい、いただきます。おーくん、本当は今何歳だと思ってんの？10歳。洗脳大成功。9歳じゃないの？何歳か分かんなくなってきた。そうだよね、確かに。なんかこっちもだんだん分かんなくなってくる。おいしいね。うん、オープン全部食べきることができるかな。このホワイトチョコプレート食べたら、そうです、誕生日の人しか食べられない。うん、マジ。うん、マジ。多くの誕生日ね、いっぱいねしてるから、いっぱいケーキ食べられていいね。うん、パパと姫ちゃんもケーキにありつけております。おい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。パパもうないよ、食べたよ。お、姫ちゃんも全部食べたんだ。そう、まだここにみつるちゃんいるか分かる？みつるちゃんが食べたの。そう、正解、よく分かったね。みつるちゃんが全部チョコケーキ食べました。おいしいね。うん、おーくん、まだまだある、うれしい。あ、ちょっといい？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 おーくん、10歳の誕生日おめでとう。おめでとう。ええー、
おうくんさ、ずっと誕生日がいい。え、毎日？うん、最高じゃん。それ毎日ケーキ食べられるし、プレゼントを毎日もらえる。高い。でも365日生きれないよ。あ、妖精だからね。おくん妖精でしょ、あなた。妖精はね、寿命が短いからね。え、じゃあね、ワルクも。ワルクは長いよ、納豆だから。ネバーク、ネバー、ネバーリズーク生きてるよ。そう、ネバルク言いそう。ネバーリズエク生きてるのだよ。なんでキャパパかぶったらカッパっぽい。なんかここで前髪ちょろって出てくる。カッパっぽい。カッパパ。カッパで、なんか太くなってる。なんかカッパパ。カッパパ。汗かいてる。カッパパ。カッパだー。カッパだー。はい、ということでね、今回はね、おうくんの偽お誕生日をお祝いした3日後に次の10歳の偽お誕生日をしたらおうくんはどんな反応をするのかっていう検証でした。はい、おうくんは見事封をしてくれてろうそくを消してくれました。はい、いや、おうくん見事に洗脳されました。カッパパあかんか、パーパーちょっとはい、ということでね、無事成功ということで終わります。まったねー、バイバーイ。やったカッパーカッパー。あれ、あれ、帰ります。帰ります。正解は